急ですが、人間の面白さって何だと思いますか？私は田舎から上京して5年とかになりますが、未だに人の多さに混乱して街中でパニックっぽくなることがあります。でもこのどこから来てどこに帰っていくのかわからない人間の定まらなさ、面白いなと思ったり、一人の人をじっと観察してみたりして面白いところを見つけ、それを日々絵に描いたりしています。何か防衛反応的なものだと思いますが、これで人混みが少し楽になりました。ひろきさんの視点で人間って面白いと思うことがあれば教えてください。あ、でも僕もあの海外に行って人の流れ見てるの好きなんですよね。そのインド人とか割と面白いんですけど、その要は本当にぼーっとしてるのと、あとインド人って目そらさないんですよね。他の国の人って大体目そらすんですよ、ずっと見てると。でもインド人って目そらさないんで、僕も見てると相手も見てるみたいなのが多分、ね、5分10分続くんですよ。別にコミュニケーション取るわけでもないし、別に敵視してるわけでもないんですけど、なんかずっと見てるから、まあ、僕も見るみたいなのやると大体僕が飽きて終わるんですよね、っていうのがあったりして。で、ね、他の東南アジアでもね、そんなに見てこないんですよね、っていうのがあったりして。なので、ね、他の国の人ってものの考え方とか結構面白かったりするので、なので僕も割と見てるの好きなんですよね。で、やっぱ国によってその国の人のなんかなんか、あ、この国ってこういうタイプだよねとか、やっぱりあるんですよね。で、そのドイツとかに行くと、やっぱり生真面目な人が多いし、ゴミとかもそんなに散らばってないし、で、ちゃんとゴミ箱に物捨てるんですよね。で、アメリカ人とかフランス人とか、別にフラフラダラダラしてるし、そこら辺にゴミ捨てるんですよね。っていうのも、割とそのなんか文化性、国民性みたいなのあったりするので、ほんでなんか、そういうのとか見てると割と面白いんですよね。で、まあ、中国人だと、トイレがない時には子供にはそこら中の路上でうんことかさせるみたいな。で、あ、やっぱ中国人って世界中どこ行っても子供には路上でうんこさせるんだ、みたいなのもあったりして、まあ、フランスのパリでもそれやってるの見たりしたんですけど、というのがやっぱりさすが中国人みたいなのもあったりするので、なので、やっぱなんかそういうの見てると僕は面白いなと思いますけどね。